はい、こんにちは、イヤホイです。今日は、ニダボに、プレミアムゾーンっていうね、デイトナから出てる、カスタムパーツの取り付けをしていきたいと思います。オイルフィラーキャップ、オイルフィラーキャップとバーエンド、これ実は川崎をしかこの色売ってないんですよ。なんでもう川崎用はアダプターのというか取り付け部分の形状が違って、で本田用は一応これ純正なんですけど、こういうね半月系のこういうチョボがついてるんですよ。でここなんとか切ったり加工したりしたらいけるかなと思ってたんですけど、いいパーツを見つけました。この前ツーリング中にね、なんかいい方法ないですかって聞いてたんですけど、見つけちゃったんですよ。はい、それがこちらです。ね、ポッシュから違う、ホンダ用のこの半月がついたね、多分ポッシュのバーエンド用のパーツやと思うんですけど、これがねなんとねここの径が合うんですよ。で、はい、こうなんですね。調べたらここね、ここがちょうどぴったりと、ちょうどって、若干開くんですけど、ほらこれでここにナットでも入れたらいいかなと思ってたんですけど、これやったらこうズレもねガタつきもねないんですよね、ほぼぴったりやし。で、一個問題なのが、M6 と M8 なんですよ、ネジのね、違いが。けど、ホンダの方が細いんで、細いとこに太いのは入りますので、これをね、ここにはめていきたいと思います。ただ、見てもらったら分かるんですけど、こんな感じでね、めっちゃここ、銀のとこが長いんですよね。でこれははみ出るんで、ちょっと、このままでも十分なんですけど、黒で塗ったりしたら目立たへんし、けどちょっと僕はそこの出てる分ぐらい、5ミリぐらい削ってから入れようかなとちょっと思ってます。そしたら多分中にこれがグッと入ってあんまり目立たへんかなと思うんで、ちょっとそんな感じでやってみたいと思います。はい、それでは早速作業していきます。はい、じゃあこんな削っていきます。でその前にネジが違うんですよね。この別にこの時はこうなんていうんですかね、ここに合うようにね純正はできてるんですけど、社外製のやつは違うし長さも違うんで、もう全然足りないんで、こうなんで、どっちかな、6センチのボルト買ってきました。今のこの削る前やと6センチがちょうどですね、同じぐらいかな、多分ちょっと短いかもしれへんけど、ちょっと短いですね。でもこれぐらい出てるんで、切った後でも6センチでちょうどかもしれないですね。6センチでいきたいと思います。
次ですね、オイルフィラーキャップは、CBR250RRMC51 の、オイルフィラーキャップはこのサイズですね。はい、まあそれぞれ適合はね、あのショップ行ったら分かるんで、探してもらってください。